アンタッチャブル柴田さんとどちらの方が動物に詳しいですか？親木矢作の2人が武井壮さん動物の倒し方について大好きなラジオでよく話してたのを思い出しました。え、小木矢作さんがマジで嬉しい。動物に詳しいのは柴ちゃんの方が詳しいんじゃない？俺はもう限定的に動物の機能を調べて生態を調べて倒し方に詳しいだけなんで、動物のプチ情報はもう柴田に勝てる人はいないんじゃないですかね。柴ちゃんが多分日本一だと思いますぜ。